Hello, hello, Bitbike Boy fans, welcome back to my channel. So let's continue from our previous episode here. So let's continue with our iconic quest, Omnipresence over more mortals. Anyway, let's see what we can do here. More resistance, maybe? Oh boy, all the way here. So I can kind of fight that babe again. Tenpei-chan! You worthless. I didn't do anything up until this point. Oh, come here! It's almost the day of the Sangonomiya-sama. Let's go. まずは渡墨島の軍営に連れて行ってあげるよ。それから三五宮様のところまで行こう。もし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるらしいから大丈夫だと思うけど。よし、じゃあ出航だ。 Good。Omnipresence. Quest! Start! It's stupid when they do that. Now where we have to go? But why? We can't go to the resistance camp. Nope! I can't go like this. Jesus. I think I'm gonna go travel this hallway manually. See ya. You stupid.It will be nearby or in the sea. Shoot! ここが僕たち渡墨島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵士によって構成されている。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡墨島で民の安全を守ってるんだ。鉄兵も昔ここで訓練してたのか？うん。でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来るといいよ。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて。それを見かけたらすぐに君を探しに行くから。ああしまった、もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡墨島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。 Swordfish resistance. Go to the English one. Crazy. Any fast travel? So freaking lootly. Do you think I'm gonna go walk? I already discovered the whole place. This is like fast, the fastest. Oh my god, the babe. Oh.何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も良くなっていくでしょう。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知りませんが、本当に助かりました。ん？鉄兵じゃないか。お前渡墨島に戻ってたのか。その方は大ビテト三五宮様のお客さん。僕は彼を渡墨島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように固い、あの信じた。 Not all of that, Jesus. なんでそんな噂があるんだよ。 Why he did that? お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。今度また時間があれば私のところにお茶でも飲みにいらしてください。では三五宮様、
私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか。少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡積島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。 Sounds great. 実を言うと、このことについて私は疑念を抱いているのです。ただ渡積島の資源はあまり豊かではないので、この物資は確かに渡りに船とも言えるでしょう。相手側の要求も度を越したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦表に出るのを避けたいと思っている盟友ということにでもしておきましょう。もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を。もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろんお酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの、軍隊の献立はいつも似通ったものになっていました。今後は私も広報勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ。その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡積島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか。 Yes, I won't give up either, babe. わかりました。ではこれより In return, we have to recruit you. 渡積島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。イエーイ。メカジキ2番隊、あのメカジキの名を冠する特別行動隊のことですか。特別行動隊に加入するだけでも困難なのに、一気に隊長になるなんてすごすぎます。掟破りの任命ですが、あなたの命中、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ。メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、後方の安定化を図るために特別行動隊に出向いてもらっているのです。委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡積島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが、あなたなら彼らの信頼を得られると私は信じていますよ。じゃあ僕は、三五宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか。僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配します。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。さあ、オイラたちも出発しよう。Yep.
Now where to? Yep, we can do it from here. Good thing, most of this quest, all we have to do just teleport. Come on. This quest will take longer if we want to travel no more. Speak to member of the swordfish. What a funny name, by the way. 新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。Yep. 三五宮様からすでにお話は聞いています。軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ですが、まだ一つ懸念が。ん？何か問題でもあるのか？簡単に言えば、あなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう。普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、今はちょうど絶好の的がたくさんあります。ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、私たちもあなたの実力を認めましょう。 Sure。 おいらたちの実力を見せてやろうぜ。Okay, clear out the nearby monsters. Kill these monsters. Life を捨てに来たか。Fire on you. 頼んだわよ。Fire on you. Again. I hit. 運命よ、ここにいる。Not allowed to do that. これで。Oh yeah. This is how you kill them.来れるかな。やはりダメだった。Goodbye。なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。Thank you。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こんにちは。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手強い相手ばかり。 We should go take a look。 そうだな、渡辺島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。What is that? Seriously? What's the area threatened by monsters? What is that? Okay, it's not nearby. Imagine if we have to walk all this.We spent almost 30 minutes just walking. Okay, time to use our babe. She's a water lady. Why is coming? She's wet. Stupid. これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても、他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。Let's attack them all at once. 支援に来るか逃げるか。それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を開ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々不安が。I'm fine。 おいらたちがこれくらいで傷を負うもんか。わかりました。では彼らを一網打尽にした後、またここで合流しましょう。Clear out the monsters again. If then this. Yeah.
Goodbye. Yeah. ここまで。はい。Yeah. Mommy help. Okay. I'm gonna say, Mommy help. These two are really annoying to kill. You asshole! Still this one first. Asshole. Come, what is it? Good. She sucked! I'm gonna regret that other lady. I promise you. And a very strong fire character. Oh, oh my god, that's too much. That's all. Come here. Yes, he did it. Time to go all out. Again. You freaking asshole! Stop running around! Asshole! Jesus! Yep, I'm fine. So, Dana. Kotok to Yoshista that you got donut to Kakininara. Mini Temiruka? Taijo! Okay. Hokok! Hokaraka ten Nikasuna stay at Gawarimasa. Korede Watats Mijimano Koho was Shibaraku anti the show. Yokatana! どうにも片付いたし、みんなからも認められた。でも、これからどうするんだ？戻ってココミに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが、危険だからと手を出さないよう高徳に止められていまして。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。ビビってただけのくせに。おいおい、喧嘩するなよ。まったく。とにかくここみに報告しよう。 OK, goodbye. We have to go back now. OK, back to the baby Chuan, like what Sanji is doing in One Piece. Baby Chuan! Okay, I wanna see something. Is she wearing panties? I don't think so. Okay, stuck to her. 就任は順調でしたか? Without a hitch, babe. そうは言っても、高徳たちはきっとあなたを試したのでしょう? I think we can. しかし、あなたの実力であれば、そのような試練も楽々と超えられると思っていました、yep. 報告に来たということは、渡積島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。もちろん、オイラたち、あいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね、昇進はまだ早いので、俸禄を増やしましょうか。 I want you, I don't need money. Hey, where did Tempe go? てっぺいには任務を手配しました。
幕府海軍の奇襲作戦です。彼は後方にいたくないようでしたので彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。 OK。 特殊な任務？はい、ワタツミ島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですがタイがそこへ行った時何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。ワタツミ島を回ってみてもいいと思いますよ。鉄兵が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気のいい日は海に出るのもいいでしょう。鉄兵、本当に大丈夫かな。あいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営であいつを待とう。What, we travel? Hey, all this coming quickly. What the hell? どう？メカジキ2番隊の人たちとはうまくやってる？ Well, enough. じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺえ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか。いや、僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。 Wait, you mean... そう、海戦で大きな手柄を立ててね。今や僕も特別行動隊の隊長さ。それに最も新しい小隊でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。いや、しかも僕たちの隊服も制作中だってサングロミア様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。イエーイ、本当にありがたいことだ。これもすべて支援があったおかげだよ。 So the few days he become like this。 オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たちワタツミ島軍隊の一員なんだからね。 Nothing, not even one clothes。 やったー！ You freaking kidding me。 隊長、新しい作戦任務が。 Captain, you're so? 今は行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。バイバイ。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄兵が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。 OK。 All the way here? What's the nearest one? I think the nearest one is this one. OK. You see what that babe told us to do and just do it. Just collect a little bit from these.If anyone is asking me, I already did a lot of puzzles here, so I didn't do any walkthrough for that. I think other people on YouTube are already doing. I need to do it. Crap! Come on, baby. Good thing I need this one.
ここだよな。Let's get the ancient でも、Light. 怪しいやつはいないみたいだぞ。まさか隠れてるのか？ Okay, this will be an annoying to do. 近くを探索してみよう。この雷元素の石碑、なんだか怪しい。We need that electro babe. I'm gonna change to her. Go back to my party. Come back to my party. Where is she? Yes. 私がお前を勝利。Change quickly. Because she's very weak. I don't need that. This guy better done with fire. Fight this. Nice.来れるかな？試合をしよう。メイを牽制。ピュン！頼んだわよ。Stay. Good boy. Now, let's do this. Good. Woo! Stupid head. Fight this. Come on.Asshole. I give you the raw medication, you stupid! She's worthless. But why are you in such a place with a big lightning cloud and the Hiruchar Oja? I don't know. And ここの雰囲気なんだか変だぞ。とにかくもう何もないはずだから早く戻ろう。おる鉄平だ。なんでお前もここに？僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か？Tempe has a black hair, right? 大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね。見に来たんだよ。万が一危険にでも会っていたら、僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺ。お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いからたたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。What?あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震え上がってくるぞ。今の渡積島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中、オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。
無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう、でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。君たちは早くサンゴノミア様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。Take care of yourself, bruh! 心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか、鉄平がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻ってココミに報告しようぜ。 OK。I'm pretty sure that's not Tempe. But before we go back, let's go here. Restore a little bit of our health, then we'll go back. Come on. Good. Let's return back to the baby. Hello!この異常が発生した人はどれくらいいるのですか？まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。I knew it. That's why they have different color. しかし、これは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか？ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。Oh dear. これを知っているのですか？ It's Fatui delusion. ということは、支援者の正体はファデュイだったのか？しかし、なぜファデュイがこのようなことを？ I don't know. いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を。まだ間に合うことを祈りましょう。あ、また異常のある兵士って。テンペ、嘘だろ。 Yes. 早く見に行こう。チェックノー。テンペ、テンペちゃん、 Where is he? What, can we fast travel there? Yep, absolutely.Dude is faster, dude. Say hello to him. You'll be now an old dude. But how come they think people get aged by old by just the color of the hair? Absolutely not. Where is he? Where did he go? Inside his home? Nope.ああ、君たちか。
Yes, now you can see his face. ちょっと待ってね、今立つから。Teppy, you have to tell me. おかしいな、体の力が抜けて。Tell me, what happened to you? ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は？ Yes, tell me about the weapon. いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えば、この秘密兵器は僕に答えてくれる。そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。This is a delusion? ジャガン？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？ A delusion drains the user's life force. Wow. そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。 Sorry. 一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。それで一緒に来てさ。なんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。てっぺー、 Is he gonna die? The fat dude.What happened? Doctor Air? Teppei の容態は? How could none of us have noticed? すでに軍にある全てのジャガンを接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですが、ごく一部では。サンゴノミヤ様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容態を見たいと考えております。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？I'll go confront the Fatu directly. いけません。危険すぎます。Do you have any other option? 砂漠では未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかし、そこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。There's no time for that, babe. サンゴノミヤ様、邪眼の接収は急いで行われたため、パディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ、間違いなく逃げられるでしょう。はい。少し考えさせてください。邪眼を接収するときからこの件についてはすでに考えていました。
巨大な工場、見つかりにくい場所、そして輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが蛇眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。私はあなたを止めません。しかしくれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。 OK、Let's go。 え、その蛇眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかったよ。Stupid Paimon。 So we are 1000 all the way here. This is the nearest one. Look for the object in the area.What are we looking for? For the place where the illusions are being... Where? Yes, found it. Found it! I knew it. What is this? See? Something is there.Should we do it? That's a freaking loot. I already came, right? If I do it now, I don't think I'll be able to do it any time soon. Knockweed Whacker! Nice! So, it's like, you know, we get almost 80% maybe? Maybe, I don't know. Let's go back to our main object.Mine. Now let's enter the delusion factory. No, Kaiwa, I don't give a fuck. You have a strong people here. Okay, start. Look for person. What? Running the factory. Okay. Break!Asshole. Break! Oh boy. First thing first, this asshole we have to kill him. Not this one, kill this. Goodbye. What is this? Oh, dude. Vaporize. You are dead! Goodbye. Let's take this. We need three.Four people, quickly!
てよ。中止。まだ始まったばかりだ。興奮させられないよ。頼んだわよ。水面に映るのです。もう逃げ道はない。創生の術、冥王牽制。ナイスガイズ。ダーシャラップ Will you? 運命の巨影、ウサギ伯爵、出撃。ハギ、クワッチア。What do you run? Come here, come here, come here, let me kill you. Goodbye. Nice try though. I mean, the dangerous position will be the deep protection and illusion ward. The other side continue fighting. I can't open up, blah blah. Okay, okay. All notches. I don't care. You know what I care about? What? Killing all these monsters. What? No. Okay, let him eat a little bit. Eat. No, seriously. I can't press it until tomorrow. Oh boy. Almost there. Anything here? Nope. Done. Mine. Now, where's the door? Yep. Now we can open the door. 2, 3. Yeah, open sesame. 侵入者発見。The water dude. 執行官様の邪魔をさせない。生きてここから出られると思うなよ。Shut up. Took too much. Show me your face. Your stupid face.異形を見届けよ。頼んだわよ。まだ休憩時間じゃない。やっはっ、食らえ。What? Fight this. No. You kill me now. Save me. Kill you.This dude. Fire.即戦即決。水中玄関。I'm here. Fight me. Just fight me. Anyway, we don't have the Cairo dude. We don't have a Cairo strong dude for you. Hmm.
水面に映るのです。うっとStop moving! Let me kill you! Let's fight that doll, you stupid thing. In your face. In your face. In your face. Okay, time to kill him. Goodbye. What? Wait, think first. In your stupid face. Again.雨のような。Look at him. Oh my god. He did it. 疑似妖怪。Oh my god. Almost. Good boy. Now, you, come here. 創生の術。I said, come here. 舐めないでよ。頼んだわよ。完了。All of you, come here. Water. Recharge. Where are you? Ooh, nice attack. Usagi Hakushaku, shutsuge.Nice try. You'll never run away from me. Goodbye! Woo! Nice. I still need to upgrade them. Who's this? It's a Scaramucci. What's his name? まさか君がすでに僕たちの中で最も頼りない二人の同僚に会っているとはね。僕はファトゥス第6位ザンヒョウだ。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。こんな大勢で僕に何か用かな。 You manufacturing delusion? Who the hell are you? そのことだったのか。 You asshole. 一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。首謀者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？まさかこんな情けなくて、翔太のヘナチョコだったなんてね。なんてね。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では。人の命なんて雑草と同じなのさ。茶眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶眼は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい？これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、すべて価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんてお得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか、初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで
内部から攻め落とせるほどにね。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目はとてつもなく脆弱なものになるんだ。帝国軍にいる君の友達のようにどんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。デンデルムカプテンペ。おい、落ち着け。アングリーフェイス。わお。なんかな。What? そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高のエウサ。どうしたのよ。しっかりしろ。What the? Who is she? Did you see that? Who's she? See that babe? But they tell us it will be in the new... Yes, that's her. 3, 2, 1, 1, 2, 3, what? なるほど。Seriously? 少なくとも脳に支障はきたしていないようじゃな。やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろう。い、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと全て本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にも分かる日が来るじゃろ。 How did you do it? オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然分からなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残氷というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか。そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。 Thank you Ivory so much. Ivory? Thank you. It's called very, not Ivory. どうは言っても、それほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは何時の行動じゃ。何時は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。 Yes. 安心せい。すでにあの綿摘島の指揮官が手下を率いて相当に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残氷というものも
拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろ。はあ、時間があったらあのファデュイどもの苦しむ姿をぜひ見てみたかったんじゃが、サンゴノミヤココミという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも、何時に頼み事があったからなんじゃ。 What do you mean? 何時あやつに会ったな。 You mean the Raiden Shogun? わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。 You mean inside? そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物のライデン将軍、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物のライデン将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。 There were some subtle difference. あれこそライデン将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるにはまずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は魔王からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃあ、あの刀で切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務はすべてただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。ズワンギ also mentioned erosion? モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃがあやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。詰まるところ失うのが怖いんじゃ。 I'm still not sure what you want me to do. By the way, she's ナンジとわらわは同じ立場におる。ナンジはメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせばあやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレーを廃止する方法か。言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前にそれを正しい軌道に戻せる唯一の方法じゃ。 I still have one question, baby. まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。何時がそこに行けたということは、つまりあやつは何時に
十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことがなかったんじゃろう。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどころかあの空間がどのようなものなのか知る者もおらぬ。汝の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな、わっぱよ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対雷電将軍特訓、汝のために特別に用意したんじゃ。So their wishes be like. The servant path, go to the training arena. Again?This is the first way, I think. I'm gonna land in your head. Just wait. Nice view, bro.You know, the team of this game really did a good will and very good job here, to be honest. 3, 2, 1. Land in your head! A little far. I can't win. そこにある装置は何なんだ?ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び対策を立てれば戦いも有利になるじゃろう。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中から逃げられたのじゃから、これしき難しいことではないじゃろう。Complete the anti-raiding shogun. Activate the fine. Okay, start challenge. Complete the anti-raiding shogun training. Whoa! What is that? Put me hit by finishing move. Jesus Christ! What the hell is that?I don't want to die. Oh my god! What kind of training is that? Jesus! Oh my god. Challenge. You freaking kidding me? Activate final challenge. Whoa, man. What the hell, dude?Okay, let me go back. I need to recover from this dude. Oh my god. Recover. This is extremely tough, man.
So he needs us to be hit 10 times and avoid being hit. The finishing move, okay. Keep hitting me. Doesn't really matter. Hit me! Hit me! Hit me, stupid stone. Hit me. I'm strong, hit me. Hit me! For the finish. Oh yeah! I avoid it. Easy. It was a little challenging, to be honest. Miko, why do you know so much about Raiden's Shogun? Oh? そうじゃな。わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。おえ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜ。その感じ、わらわの狐お姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。I'd like to see that, please. 調子に乗るな。うふう、気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。 A が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。The Raiden Shogun is a wishful thinker here. 全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのは、わらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対ライデン将軍特訓第2幕と行こうか。フェイス2。まだあったのかよ。ジーザスクライス。シーシリアス。Oh man. Okay, let's check anyway. Whoa. Hit. 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 Goodbye. That's it? That's fine.
It was easier than the previous one. Because it's a challenge. Easy. これでどうだ？ふむ。なかなかいい出来じゃ。ダンジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあ、オイラたちはこれでライデン将軍に勝てるのか？まあ、全くかなわないじゃろうな。おい！無駄じゃないか。ナンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、ナンジは抵抗軍をどう見る？ To be honest. うむ、確かに。たとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。So what is the plan, baby? と、そろそろ時間じゃ。我々にはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神お社に戻ってからじゃ。なんでやねん。まったく、わけのわからないやつだな。なんでやねん。Where is she? You want to see your panties? Come here. Where is she? Back there? Okay, let me recover. I'll go back to her. Come on. You all want to recover. It's cheap, by the way.What happened? Did I remove the quest? Oh my god. さて、ここで話すとしよう。ナンジが気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり、一番重要なことが何なのかわかるか？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。 The ballad confirmed this? うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。
That Inoriyu Commission is working for the Fatu? もう明らかじゃな。シャブ業以外の2つはファデュイと結託しておる。欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、2つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに2つの奉行とライデン将軍の庇護によりその者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ。切り口を稲妻人に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか。わらわが言ったのは天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば汝をきっとライデン将軍の前へ導くことができるじゃろう。 Don't be so cool with a certain someone. Yes, tell me. 幕府軍を率いる者じゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る。今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。You again? やつを捕らえろ。シュッシュッ。ほっ。Touch her from here. I'm gonna kill you. Don't touch her.She's my only babe. おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか。八重宮司様、Good word. もしやそのお尋ね者をかばっているので。どうもと語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。御意。御意。御意。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか。相変わらずじゃの、空城サラ殿。将軍への忠誠において何時にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえライデン将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断。私に不服はありません。はあ。ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。汝が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされたものに過ぎぬ。稲妻を陥れる悪性じゃ。そして盲目的に従っている者は他でもない。何時らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ。理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え忠誠を誓ってきました。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり。特に当主の高行様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなる者よりも勝ります。私の将軍様への敬意は高行様の万分の一にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。3日後じゃ。3日後
またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから汝の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。であればわらわが悪役を演じその皮を剥ぎ取り汝に見せてやるしかなかろう。ふん、3日ですね。わかりました。しかしもし証拠がなければ九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それとその時は彼も連れて行きます。ああ、よいぞ。三日後、何時のお越しをお待ちしておるぞ、お客人よ。 She's smart, man. I love her. びっくりした。九条サラがこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか？分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。おい、スマート。やっぱり神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な賞賛のあるものなどいるわけないじゃろ。じゃあどうするんだよ。3日しかないんだぞ。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。Since we are here, let's go to the tree. I think we have the last offer and we'll get full. Let's check it out. Still. Okay. Proof of guilt. Oops. Now where to? Go to Shinji Forest. Okay. Find the helper Yaomeku spoke. Where? Helper. Which helper? This? What the hell are you? Yes, it's that really good. I knew it! I knew it. なんだこれ、初めて見たぞ。せつはタヌキじゃない、ムジナだ。Hello, wake up! Good morning! 眠い、もっと寝ないと背が伸びない。まさかこいつがミコの言ってた専門家なのか。全然そんな風に見えないな。こやつは終末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か。でも終末版ってなんだ。終末版はシャブ行にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ行は中立な態度を維持しておる。わらわでも終末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている終末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。Good morning. では何時らには城内へ入り天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。 I have no idea what I'm looking for. Rep. もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、いいじゃろ、少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変に気づくこともままあることじゃろ。The Yashu Commission?
わかったようじゃな。幕府軍の汝に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの終末版の忍者の助けがあれば、汝の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。Go to Komori Tea House. Where? Okay, let's see. Fast travel. Yes. どうして戻ってきたんだい？ Isn't he the dog? 抵抗軍は、Seriously? 今の戦況は、俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのは俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるからちょっと待ってて。なるほど、様々なことを経験したようですね。状況は全て理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そうですね、そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると天領奉行が将軍様に提示した上層に何か問題があったのかもしれません。それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。その結果、将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら、全てがわかるはずです。だけど上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても上層をこっそり持ち出すのは至難の業だろう。あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが、そうですね。A distraction, you see. 宵宮の花火。Yes. トーマらしい策ですね。Smart, my guy. Smart, smart, smart. 理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば、天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。はあ、こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。It's not been quite that long, man. 俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになってもうずっと茶屋の外には行けてないんだ。くそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいそうに。今は目先の問題を解決するのが先です。メガリレーが廃止になればトーマも自由になれますよ。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようですね。全てが終わってからまたきちんとお祝いをしましょう。その時はもう一回鍋遊びをやろう。まだそれはあるのかよ。That's Ichigo from Bleach. 近くには護衛がたくさんいます。
くれぐれもお気をつけて。終わったらここでまた会いましょう。じゃあオイラたちは花見坂へ宵宮を探しに行こうぜ。Go to enlist your my help. No problem. Easy. Don't tell me. Ooh, that other. I don't know. There is a lot of characters I really want to recruit, but anyway. Let me see her panties.If she is wearing any. Come on. He is not wearing any panties. Come on, lady. Hey, lady. That's not good. You have to wear some kind of panty. Oira tachi, tokudai no hanabi ga hitsuyou nanda. Sukkoku dekkai yatsu. Tokudai no hanabi? Son nara uchi ni makase toki. Jitsu wa kono mae, chodo gotsu emon ga tsukuretan ya.けど威力がとんでもなくてな、実験できる場所も見つからんくて。ちょうどええからあんたらにあげるわ。うちの代わりにどんなもんか見てきてや。あ、それと火つけたらすぐ走るんやで。やないと服が燃えてまうからな。それと耳も塞いだ方がええで。うん、なんか怖いぞ。大丈夫やって、ただの花火やから何の問題もあらへん。じゃあやってみる。ありがとな、ヨイミヤ。花火は手に入れたし、あとは夜を待つだけだな。0-5 OK Midnight Let's see 15Go to the designated location. Okay. Samara, Kudan no otazune mono da na. What? How do we go there? Aha, so we have to sneak. Easy.Oh yeah. 予想通りだった。人がたくさん。気をつけないと見つかる。潜入するには注意をそらさないと。You just have to trust Yumiya? 説が上層を手に入れたら、木漏れ茶屋で集合する。それでいい？それと。もし説が捕まったら助けに来て。本当に大丈夫か？とにかくオイラたちは先に千住百目神像のところに行こう。見回りに見つからないように気をつけろよ。セット OK。Has anyone seen me? I hope not. Hey! Oh my god. Be careful, man. Did they catch me or I enter, man? Woo! Okay, that was fast. Oh, ninja! Hello, lady. Let's see her panties again. Hello, white panties. She's wearing a cute one also. Nice. I love you. どうでしょう?
計画はうまくいきましたか。 Come on, that was fun. I'm not sure. お疲れ様です。あとは左右を待つだけですね。 After some time. 確かに運動は成長を促すけど、これは運動しすぎたかも。No, she's talking normal. ふらふらして、みんな回ってる。ダメ。眠る前にまだ重要なことが。そう、手に入れた。ヌシラの言う上層が何なのかわからない。けど、怪しいものは全部持ってきた。はい、これ。せつはもう寝る。Good night. Thank you for your hard work. ありがとうございました。お嬢、これは。この封がされたもの、天領奉行が将軍様に提示した上層で間違いないでしょう。それ以外にも、これは。彼らとファデュイの間で交わされた手紙ですね。どうやら八重宮司様の判断は正しかったようです。今の稲妻の紛争は彼らが助長したものでしょう。これらの証拠があれば十分。これを八重宮司様に渡せば、あのお方が次の計画を立ててくれるはずです。私も人手を招集し、稲妻にいるファデュイをできる限り探し出します。だけど将軍様には気をつけろ。あの方の刀を振るう姿を思い出すたび、手が震え上がる。八重宮司様を信じるしかありません。あのお方は将軍様と密接な関係にあります。何か方法があるのかもしれません。確かもうすぐ巫女の支度の日だよな。オイラたちも支度が終わったら鳴神大社に行こうぜ。Where now to? Blind loyalty, reckless courage, attend to the Grand Naruku shrine and look for you. What? Where is it? Okay, let's go outside first. Then let's fast travel there. Nice. Bro! Whoa.Come on, let us see her panties. Yeah, I want to see her panties. I want to see her panties. Go on, Shimo. Next chance I have, I'm gonna see it. So, any Koko Kurukoto, any old purpose with watching this episode, you want to see it. Purpose. So, any Nanji, especially the people in TikTok. Purpose. So, any Nanji, especially the people in TikTok. Purpose. So, any Nanji, especially the people in TikTok. Purpose.それで、証拠はどこに。Take it. ほう、もう一人約束をしてたものも来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断せえ。これは、確かに当主様の官印が偽物ではない。帝国軍、三五宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、どれも言うに値しないものとでも言うのか。命を舐めている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知って、メガリレーが廃止になったらならんからの。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ。メガリレーの遂行で得するのが誰なのか、もう少し考えることじゃな。I also have a confidential letter here. 天領奉行とファデュイの間で交わされてた手紙だ。九条家の当主が隠してたものらしいぞ。どうじゃ、何時の見たかったもの、見たくなかったもの、すべて目の前にある。All I'm seeing is a big boobie in front of me. 見て見ぬふりはできぬじゃろう。And here's boobie and the other lady's boobie. Jesus Christ.
course, fan service.裏切り行為を許すわけにはいきません。Sorry. 当主に会って直接話してきます。That's what happens if you follow your leader blindly. すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。The Shogun leader without an army now. Nice. 彼女を追ってみよう。待てわっぱ。まだ話したいことがある。Tell me. 汝が初めて一身浄土に入ったのは。千住百目心臓の前じゃったな。Okay, あの日の情景を再現するんじゃ。千住百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば、勝機は必ずやってくる。I'll do my best, baby. これを持っていけ、選別じゃ。Thank you. What you will get? ナルカミオヤシのお守り。ご利益のあるもので、何時のために特別に残しておいたんじゃ。I will treasure it if it's your panties. 絶対絶命の状態でそれを取り出せば、危機から抜け出せるかもしれぬぞ。If anyone who's watching, tell me. わらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。You have two things. ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、キツネお姉さん。悪いな。では、わらわの愚鈍な友は、何時らに任せるぞ。Now where to? Sarah to Tenru Commission Headquarters. Okay.いいところ。Hello. Okay, I made a mistake. I made a big mistake. I need to go back. All of you perverts, you know what I mean. Hello, baby. I want to see your panties. Hello, white panties. So cute.Come on, they all wear the same panty, they all the same body shape, same boobie, on a different face, different hair. But still, I always forget to see her panties. Hello, panties. Can see her butt? Butt panties. You perverse. Oh, sorry. I totally forget. There is a mission. Come on. I know everyone who's watching this episode, you're happy now.I'm also happy. Yes, I didn't see her panties yet, but I'm gonna see. お前たちも来たのか。All in time. 度胸はあるようだな。Yep. お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だが、もしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。いいな。Perfectly clear. いいだろう。Follow Kunju Sarah. Okay. baby, we are here. Enter the Tin Roof Commission headquarters. Before we go inside, I still didn't make any recovery.Anyway, I can do it later. For you. Okay, same time. Any changes? Nope. Finally. Kujo Sara-sama. Fight. 当主様からの命により、何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ。私は当主に会わなければならないんだ。容赦はせんぞ。Oh, she's not that much stronger than that.For anyone who's asking. もう逃げ道はない。先引くぞ。先に引くぞ。What do you fight, huh? Whoa! 仕掛けるぞ。 All of you? No problem, I'm gonna kill you quickly. 運命よ、ここにいるよ。 All of you? Woo! シェイ。避け、メイ王牽制へ。
Fight this. Come on! You made us waste that asshole. なるかみなり隊列隊列仕掛けるぞ頼んだわよ拙者を恐れてるのか Let's fight that Really, I love Mona. After all of that, YAMERU! Watashi no kinrei o mushi suru to wa. Tōjū-sama. Shitai koto ga aru n daro? Kihaku ni osareru na! Takayuki-sama, watashi wa Bugyōfu no jōsou to Paryū ie no tegami o mimashita. Dou ka go setsumei o.遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのかはんではあれらがすべてあなたの直々に書いたもの偽装ではないと認めるのですかどうか私に教えてください当主様天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですかはん私は確かにファジュイと連絡を取り合っているお前が見た上層も私が直々に書いたものだあっさり認めたメガリレーの発令と遂行に助力すればスネージナヤの施設と約束した利益を手に入れられるんだ昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた我々を陥れようとするカモンも数えきれないほどいる他国勢力の支持が得られる上にメガリレーを通して敵の戦力を削れるこれほど割のいい取引はないただお前に知らせる必要がなかったと判断したまでそれだけだサラあなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのにどうして裏切ったことをそんなに軽々しく言えるのですか裏切るこれのどこが裏切りだというのだあのファドゥイたちは私に利用されているに過ぎない奴らに何ができるという稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば奴らは身を震わすことしかできないアリに過ぎん逆らうことなどできるものか
なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。His intention wasn't to betray the Raiden Shogun? Seriously? こいつが崇拝していたのは、 Do you believe him? I don't think I believe him. 雷電将軍というよりも、彼女の武力と無双の人たちみたいだ。しかも狂心に近い。では、忠義の心はどこに行ったのですか、当主様。私が九条家に引き取られて以来、あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えば、それはただ私に九条家への忠誠を誓わせ、将来裏切ることがないようにするためだったのですね。先ほど言った通りは、自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。前当主様もきっと理解してくれるはずだ。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはそんな簡単にやっつけられる相手じゃないぞ。There is no point trying to argue with him, huh? メガリレーが本当に正しいものかどうか、私も内心疑ったことはありました。私の心にある道義に背いてもやらなければいけないことなのかと。しかしそれが将軍様の示す道である限り、最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったのです。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。したがってそれを正すとしましょう。少なくとも今まで私のしてきた決心に報いるためにも。余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。お前が情勢を変えることはないだろう。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。さあ、宿女と呼ばれている執行官だ。シンクロ、稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時、千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行が身分の高そうな女性と会っていたって。あの時に気づけたはずなのに。スネージナイの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが行っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。After her. そうだ、オイラたちも行こう。ナイス。Go fuck yourself. Let's get outside. Where is she now? What? How do you go? Oh, outside. Before she do something really bad.I think she will. She killed everyone. You crazy. Take it easy. You don't have to kill every single one of them. Jesus Christ. Have patience.Inside? Oh boy. Dude, you're sitting, you're doing nothing. What the hell? Again, okay. Let me eat up some
I'll take me this, one of this, and you. On this kind of side. I think I eat that. Oh, crap. Anyway. I think we will be fine. You again. 次から次へと。ここが天使閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。Hello, Bobby. I mean, baby. 九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは、私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。シゴノーラ。はいはい。私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。You're secretly just...Distributing delusions. そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？ Once I catch you, I'm gonna grab your boobie. 私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。For all who have lost their vision. 私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて、将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。For Vinti is what? Vinti's Gnus?昔のことを掘り返すの。あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。It's time for him to put stop to this madness, you crazy lady. 決着。Yep. Why are you laughing? 私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら。あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの？あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。俺は御前試合を申し込む。わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。分かってるのかしら、旅人。おお、ナイスビュー。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。The cold lady. She's the cold lady. Can I recruit her also? Need her boobies. I mean, I need her power. で、はあ、し、でよ。Is it like her power or something? I don't know. に落ちなさい。そうだ。
天クライオン。百発百中。疑似よ、異形を見届けよ。運命の巨影。創世の術。What? Nice try. これが運命です。見にくいわね。Come on. What is it?Quickly do it! Stop! What is it? Aren't you?Recover. Okay, we need power again, and we need defense. What is it? Found you. Almost. Whoa. What's he doing? 召喚の剣能も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。Who am I?蒼白の炎は今も燃え続ける。Ooh, right. Tick. Bam. Oh my god. What is it gonna become a naked gear now or something? What happened? She transformed?Man, I should have upgraded my heroes before. Oh my god, no baby! What did you do, Crimson Witch Fembo? What did I do to you? No, now she's fired. Oh my god. I was not prepared, man. I swear to god, I was not prepared. Sins and punishment in the middle of the earth.あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。Jesus Christ.
Fire! I'm burning like hell. I'm burning! Where is it? Come on! Oh my god, I'm gonna die! No one should die. Okay, it's become really annoying and so tough. Decrease the rate. Okay, we need the. No, oh crap. Not this one. No, I don't. That doesn't work anymore. Okay. I'm gonna save it. Come on! Water, baby. Need more water. You can do it. Crap, he died. No one should if you die. For her, she can die. What? Well, something is wrong, man. We need more defense. I'm getting out of hand. I swear to God, I was not prepared for this. I don't know. Please help me. Please, guys. Forgive me. Let me plan ahead. Okay. Let's see it now. Where did you go? Come, let me hit you with water. Stop talking and die! Stop talking and die! 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 I said die! 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 Die!
Yes. Oh my God. Yes, she returned to be a babe. Oh my God. Barely killed him. I got lucky. That's what you gotta get lucky. Hell no. スネージナやの施設の方よ。私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが Don't kill him. 誰と言ってるの。 Don't kill him. これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私が。 Oh my God. You see that position? Holy position.Oh no! Oh my, she really killed her! You freaking bitch! Okay, I'm crying now. You want to record her? この天守閣から去ることを許します。She killed our babe.ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。What is happening? 空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。What is this? Shingora is slain. Oh my god.シンゴーラ宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて。I hate you. 確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。I'm angry. 執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい、旅人、頭が痛いのか。Click, click, 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 click. やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。デミスス、ノー、イトッチ、What? What is that? そういえば、宿女を切ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。いや、ミクプラン、ミコが言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が。クレ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 ク。息がうまくできない。クレ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 ク。旅人、大丈夫か？なんで何も言わないんだ。天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か
雷帝に相対する者がこの地上に現れる。ウォー What happened? This dude. Hello, dude. Broken. What? Again, she did that again. Don't tell me you have to fight her. I'm not ready. Hello, panties. Hello, underwear. Hello, beauty. So we meet again. Who's she? 一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。 The fat who has defeated the raiding shogun。 おや？ おやおや？ だとすれば、いいえ、メガリレーのあのファデュイたちの行い、願いとは、あなたはまだ神の目を背負い、命を落としたのは旅人さん、あなたの身であれば、そう、まあ別に構いん、いいでしょう。 OK, let's do this. Hello, baby. 破滅をもたらすでしょう。 Whoa. We had to reduce our reward level for you. Immune. 今、感情の時。もう逃げ道はない。Goodbye, woman. You're strong, but I'm gonna kill you. Yes. Goodbye. Damn you, woman.終わりです。終わりだ。反則だよ。はっ。疑似用か。ナイストライ。ヒールヒールヒール。オッケー。We need to increase our attack. Yes.And yes. Whoa. Wait. Come here, woman. Come here. Ouch! Nice try, woman! Heal. What is this? Whoa! 反則だよ。
遅い。We need a pyro character. Damn you. Damn you, woman. 不安定な要素は取り除く必要があります。 Whoa. 万雷を持って葬り去ります。 Heal, 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 heal.Oh yeah! Yada! So all we have to do is just hold up. Huh? Yes, finally. 今さら思い出したのか? Hello, my baby. Miko. Miko-chan! 意識を物体に憑依させる技。誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。やだやだ。じゃから目を閉じるがいい。メガリレーを廃止してほしいです。 Hello! Nice bro! He's getting strong!What happened? What happened? Come on. Whoa! Women! Hold it up! Yes, 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 yes! Come on, come on! Kill, kill, kill! Wait, 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 wait! You think, wait. You think you're strong, huh? What happened? Why quest coming now? What's wrong with this game? Whoa! Damn you, woman! Come on. Yes. Fight this. Think you're strong? Huh? Think you're strong? Come. Oh, yes, 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 yes. You used to be strong, not anymore. Oh, 26,000.Oh my god. Almost, almost. God damn you, woman. We need that 26,000!Come on!
Ass kicking. Die, bitch. Oh yeah. Oh yeah. 何時の負けじゃ。えい。えい。やだ。私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは、距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。When people move forward with all their might, yep, good words. They can surpass the god expectation. Nice. それが何時の、リーユへの旅で得た収穫か。Yes. 人間が前へ進む、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。永遠、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、普遍の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬ。であれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし何時の臣民が必要としているのは何時の約束などではなく、何時の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は何時にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私？汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで、
前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を汝に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ、数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。ミコ、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし、永遠についてこの国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります。最初から最後まで子供じみていたのは汝の方じゃったな。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いは、あやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外に、あやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず。真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。Come on, you get a heart for this? Let's continue the quest. Jesus Christ. ライデン将軍の一心浄土で何やってたんだ？メガリレーが本当に廃止になるなんて。It was all thanks to you, Miko. そうなのか。オイラ、心配してたんだからな。さっき、ミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。行ってみようぜ。ドミシガード、finally is done. Wishes. Still same quest, right? Ooh, we have a lot of quests now. Anyway. Let's complete this quest. Goodbye.
Before we talk to her, I need to see her panties for the last time, please. Oh, you perverts! Anyway, cute panties. Let's talk to her. これはこれは。これはこれは。凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはガンほどきに。お前が呼んだんだろ。冗談じゃ。待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。そうじゃ。長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ。嬉しいに決まっておるじゃろ。ところで、その後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。その度胸は称賛に値するぞ。It was a spur of the moment thing. 正面から宿女を倒すとは、汝の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく、勝ったならそれでよい。めでたしめでたしじゃ。よい。計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。それは駒のようなものでは。そうだぞ、ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。どうしたんだ。あれなら、わらわが差し出した。え？そうでなければ、いかにして残氷から汝の命を救ったと思う？ The genocide is a long gone then. 残氷は今や、ファタスの第6位。実力においては宿女よりも上じゃ。わらわは自らの命をかけて戦うような性格ではないぞ。もう何を言ったらいいのかわからない。 But why was the genocide in your hands? エイが人形を作ってから神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによればもう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら割のいい取引だと思わぬか。結果から見ればわらわの儲けじゃな。そう言われるとそうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。 No wonder we haven't seen the Baldur since. 仕方ないな。もう今更取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。そういえばミコ、まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。本当か。ナンジラがテイワット全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼としてこの先の道のことでも今までの疑問のことでもわらわがナンジラに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか。 About the Shugen puppet, about the former Raiden Shugen, about the Shugen puppet、yep. 人形の将軍を作った技術は今では失われている知識から来たものじゃ。神であるあやつにしか分からぬことなのかもしれぬな。じゃが何時らが興味を持ちそうなことはなくもない。エイが自身の神の体を改造する前、原型の人形を想像したことがある。じゃあライデン将軍は三人いるのか。いや、あの原型はただ実現性を確認するためのもので、見た目も知能もエイ自身を設計に作られたものではない。
いわば試作品じゃな。当時の計画ではそれを直ちに廃棄する予定じゃった。しかしエイはそれを残酷と思ったのか、それの体内にある力のみ封印することを選んだんじゃ。その後あれはただの人のように己の意志を頼りに稲妻の土地をさまよい続けた。ファデュイに目をつけられるまでは。ファデュイ。そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の封印が解かれたんじゃ。いや、封印前よりも強大になっているかもしれぬな。 Surely you don't mean Amen. 神の造物であり、神の心を奪ったもの。原型の人形とは残票のことじゃ。そんなことがあったなんて。そうじゃな、偶然と言うべきか、運命と言うべきか。 Now, about the former Raiden Shogun. 何時のような異教のものが雷神が変わったことを知っているとはな。稲妻の民ですら滅多に知られておらぬことじゃ。そう、モラクスが言ってたんだ。雷神バールがなくなったって。うむ。じゃが事実を言えば、バールとバールゼブルは創世の魔人なんじゃ。創世の魔人。彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、バールゼブルはバールのおそばとして影武者となった。バールゼブルは何時らも知っているあのエイジャ。そしてバールは名を誠という。世間からすれば両者は常に一体の存在で、互いを補い合い共に稲妻を治めてきた。よって人々が真相を知る必要もなかったんじゃ。魔人バールの名であれ、ライデン将軍の肩書きであれ、常に両者を指すものとみなされていた。あの時までは。あの時？数百年前、わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイが表舞台に出るようになったんじゃ。エイもショックだっただろうな、姉妹だから。Several hundred years ago. エイが変わったのもあの時からじゃ。あやつが失ったものの中で一番大きかったのじゃろう。そんなことがあったのか。なんかだんだんエイのことが分かってきたな。でも誠ってどんな神だったんだ。彼女とは長い付き合いではなかったが、印象では優しい神じゃった。常に目の前にある輝かしいものを大切にしていたの。そうだったのか。Now about my sister. More. すまぬ。それについてはわらわもさっぱりじゃ。ナンジラの言ったあの神についてもな。じゃが、もしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、はるか昔に神の心を自ら放棄し、天空の島とのつながりを断ち切っておるんじゃ。Haven't met her. I don't believe she was the one. それはよかった。さもなければ雷神の眷属として、わらわたちの関係も微妙なものとなってしまうからの。安心しろ、オイラたち。お前とは喧嘩したくないから。ナンジラが目的を達成できることを願おう。すべての真実を知るがよい。ナンジの妹の痕跡については、わらわも持てるすべてのものを利用して調査する。アヤトから借りた終末版の手下も含めてな。何か情報を手に入れれば、ナンジに通達しよう。これも報酬の一部じゃ。Last question about the next stop on my journey. 稲妻の後は、そうじゃな、スメールに行くのが楽じゃろ。スメールか。これまでにもたくさんスメールの学者には会ってきたぞ。うむ。スメールは知恵の神を持つ国。
彼らの知恵と知識の探求は止まることを知らぬ。じゃがその執着は時に不可解なことにつながることもある。例えばスメールでは知識は資源として統一管理されているんじゃ。知識が資源？うむ。じゃがその決断をしたのが賢者たちかクラクサナリデビかは分からぬがな。クラクサナリデビ？なんか可愛い名前だな。うん？知らぬのか？クラクサナリデビはスメールの信仰する神であり、スメール人が使う彼女への愛称じゃ。何時らも彼女に確認したいことがあるんじゃろ。うまくいくことを願ってるぞ。I have no more question now for you, baby. Now show me your panties. そうか、分かった。Oh, sorry. そうじゃ、旅人。わらわが送ったお守りはまだあるか？ Of course, I'll keep in safe place. 大事に取っておく。それだけか？ Yes. わらわはてっきり、何時がそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これは英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様からの贈り物だということを、これから会う人一人一人に言うのかと思っておったぞ。誰がそんなことするんだよ。まあよい。ところで何時の願いは何じゃ。 To be reunited with my sister. そうか。じゃがそれは何時の小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。何時にとって願いとは浮世も正解も超え、運命と共に輝くものであるはずじゃ。何時に神の目がないのはその願いがまだ生まれておらぬからかもしれぬな。これからの旅でそれを見届けてくるとよい。We finished chapter 3 to chapter 2, act 2. Nice! And we got this fully upgraded. So all we have to do, return back, where we can then access maybe a new place or something. Let's get back. Okay.Oh yeah! Constellation level 6, every 2 falling thunder attacks triggered by blowing thunder will greatly increase that damage. 200. Whoa, 200. 40 freaking upgraded now. Let's check this guy's story, I think. Vision. But we still have a lot to do. So, bit by boy fans, I'm gonna finish this long episode here. So, don't forget.To hit the like button, and don't forget also to leave a comment and subscribe to my channel so for any in future videos. And also don't forget also to follow me on social media, TikTok, Instagram, Twitter, just in case you want to ask some question or something fun. So I'm gonna here say goodbye, bruh, first. So see you in the next one. Bye.